ある一組の夫婦が預かることになった一匹のビーグル犬。どうしてここまで放っておいたの？標準体重をはるかに超えた犬。それはダイエットしないと命に関わるくらいだったのです。毎日頑張る犬と夫婦の記録。その後、まさかの依頼とは。アメリカ・アリゾナ州にビーグル犬を専門とした保護施設があります。そこでボランティアをしているエリンさん夫婦は一匹のビーグル犬を預かることになりました。名前はウォルフガングと言い、夫婦の元へ来る前は別のシェルターにいたのです。ですが、誰もシェルターに保護されるまでの経緯は分からず、ほとんど野良犬のような扱いでした。そんな状況で夫婦が引き取りたいと思った理由は、ウォルフガングの見た目にあります。どうしてこんなになっちゃったの？ウォルフガングはビーグル犬とは思えないほど太っていて、なんと体重が40キロもありました。一般的にビーグル犬は10キロほどなので、ウォルフガングの場合は標準体重の3倍もあります。もしかしたら太ってしまったから飼い主さんに捨てられてしまった可能性も十分にあるでしょう。このままでは危険だわと不憫に思ったエリンさんは、旦那さんとウォルフガングのサポートをすることに決めました。エリンさん夫婦の家に来たウォルフガングは、突然の環境変化にも戸惑うことなくリラックスしていたそうです。また自宅には以前夫婦が施設から引き取った愛犬もいて、その子ともすぐに仲良くなりました。こうしてウォルフガングは夫婦と一緒にダイエット生活が始まったのです。獣医さんからは1日600キロカロリーの食事管理と運動が必要というアドバイスをもらいました。食事のメニューは鶏肉やブロッコリーやほうれん草などの野菜に加えて、ビタミン剤も与えたそうです。このような食生活にしたことでエリンさんはすごく心配でした。彼女たちは今までにもダイエットが必要な犬を預かったことがありますが、それでも毎回不安はつきものだと言います。しかしウォルフガングは前向きで、毎日楽しそうに食事をしたり、運動のためのプールも頑張っていたのです。さらにエリンさん自身もウォルフガングと一緒にダイエットを始め、 SNS に2人のダイエット記録を投稿しました。一緒に頑張る仲間がいることはいいことですとエリンさんは言います。体の重たいウォルフガングはちょっと動くことも大変で、帰宅した夫婦を玄関に出迎えることもできません。それでもくじけることなく、ソファーやベッドの上で尻尾を振って嬉しそうに待っているのがウォルフガングです。そしてあっという間に1年が経ち、ウォルフガングの体重は20キロまで落とすことができ、自力で走ることもできるようになりました。エリンさん夫婦にとってウォルフガングの体重は今までで預かった犬の中で一番重かったそうです。だからここまで頑張ったウォルフガングはすごいんですよ。もう少し体重を減らす必要はありますが、近いうちに飼い主さん募集ができるのではないでしょうか。ところがその後、思わぬ依頼が舞い込んできました。エリンさんの SNS を見て、ある動物保護団体からジェムソンというビーグル犬を助けてほしいのだとか、なんと今度は体重が45キロあるジェムソンも引き取ることになったのです。ジェムソンはウォルフガングと違って環境の変化に敏感だったので、
慣れるまでに時間がかかりました。その上、全部で4匹の犬をお世話することも初めてだった夫婦。しかし、ダイエットを成功させたウォルフガングがいたおかげで、エリンさんたちはとても助かったといいます。一緒に頑張ろうよと、ウォルフガングは常にジェムソンのそばに寄り添ってダイエットのサポーターになってくれました。きっとエリンさん夫婦とウォルフガングがいれば、ジェムソンもダイエットに成功できるでしょう。ウォルフガングとジェムソンには、一日でも早く素敵な飼い主さんが決まって安心した生活を送ってほしいですね。ウォルフガング、頑張ったね。夫婦がいたからこんなに元気になれたんだよね。動物の肥満は人間の責任だから、早めに対策をしてほしいな。ジェムソンもきっとダイエットできるよね。ご視聴いただきありがとうございました。